お待たせいたしました。これよりメディアの皆様からのご質問にお答えいたします。回答者は会長兼社長 CEO の吉田憲一郎、副社長兼 CFO の戸時宏樹、専務兼 CTO の北野博明でございます。会場内でご質問のある方は挙手をお願いいたします。オンラインからご参加されている方でご質問のある方は電話機の米印の後に数字の1を押してください。ご質問はお一人様2問までとさせていただきます。それではご質問のある方よろしくお願いいたします。向かってある一番右列の全部一番前列の左側の番組、右側の番組、黒いです。今日はありがとうございます。経済振興社の佐々木と申します。私が、一問お願いします。吉田社長にお伺いしたいんですけれども、ビジョンSの稼ぎ方のイメージについてお聞かせいただきたいと思います。御社でいうと、プレステは例えばハードだと戦略的な価格で販売して、ソフトですとか、どちらか先に稼げていると思います。エクスペリアだとシェアとか販売地域は少ないですけれども、イメージセンサーのショーケースとして貴重な役割を果たしていると思います。ビジョンエスもハードだったら継続課金に役割を変えるのかですとか、走るショーケースとしての役割を考えていらっしゃるのかですとか、そのあたりの考えをお聞かせください。お願いします。ありがとうございます。ビジョンエス、あるいは、車のようにモビリティについてのご質問を頂戴いたしました。私からの説明し、当時からもちょっとお話をさせていただければというふうに思います。そうですね、今日のスピーチでは、2つの貢献領域として、メタバースとモビリティと空間をお話ししていただきました。で、時間軸としては、やはり後者の、モビリティの方がやっぱり長いというふうに思っています。で、我々が今考えていくのは、やはりどう貢献できるかということに集中すべきだと思っていて、最終的に貢献できれば価値がついていくというふうに思います。で、貢献領域は今日申し上げたように3つあって、セーフティーと、我々一時的には信号センサーでの貢献ができると思ってますし、今徐々にそれが広がりつつあるというふうに思っています。それから、アダプタビリティ。これは、やはり、エンターテインメント、あるいは映画作品の全部で進化していきますので、それをやはりアップデートしていくというところが重要だと思っています。で、最後は、エンターテインメント。この3つの領域で貢献していって、その貢献できれば、価値につながっていくんだというふうに思っています。そうですね、時間軸が長い話でもあり、世の中のサブスクリプションだったりとか、ソフトウェアの作り方だったりとか、いろんなケースは考えられるんですけれども、我々も、いろんな可能性を排除せずにですね、長期的な視野を持って、提供させていただいたなというふうに思います。以上です。それでは次のご質問にさせていただきます。中央列の一番前列のグレーの本日ありがとうございました。日本経済新聞の古川と申します。私から2件、吉田社長にお伺いさせていただければと思います。まず1点目がですね、ポストコロナのですね、このエンタメの世界をどう見るかというところで、今のご説明では前期に初めて売上高が半分を超えまして、今期はエンタメ産業が売上高が 55% ぐらい見込んでいらっしゃると思うんですが、コロナからのその経済の正常化が進む中で、果たしてエンタメっていうのはどれほどこう伸びるのか、コロナの巣ごもりの状況が今後も続くのかどうか、まず1点目ここをお願いいたします。1点目をお伺いしてよろしいですか。失礼しました。2点目、続けてお伺いさせていただきます。プラットフォームとしての考え方をお伺いしたいんですが、ご説明の中でそのバンジーを通じてマルチプラットフォームになれるという期待を示されました一方で、映画であり音楽はもちろんプラットフォーマーではない独立性の強みというのも示されました。この
プラットフォーマーであるがゆえの強みと弱みをどう認識していらっしゃるかというところとですね、例えばネットフリックスさんとかアマゾンさんなんかは年間に制作費、コンテンツ制作費が1兆円、2兆円近いレベルのお金をつぎ込んでますけれども、そういうところと比べて、プラットフォーマーに仮にもしはなるのであれば、どういった強みがあるのか、そういった競合にはない、ソニーだからできるプラットフォーマーというのはどういう姿なのか、そこもちょっとお伺いできればと思います。ありがとうございます。1点目はポストコロナのデザインと、2点目はプラットフォーマーということについてお質問をいたしました。ありがとうございます。私から3つ申し上げますけど、2点目については少し前からもコメントさせていただければというふうに思います。まず、ポストコロナのエンターテインメントをどう見るかということなんですけど、やや個人的な話で恐縮ですけど、私は2005年に、ソネットという、ISP の社長になっていますが、その時に対外的にも申し上げたことが、21世紀はエンターテインメントの時代で、ネットワークがその主な担い手になるということを、申し上げたことがあります。でその考えは実は今も変わっていませんので、ネットワークを通じたエンターテインメントは基本的には成長しないというふうに思っています。ただ届け方は変化する、今日もダウンロード、ストリーミング、それからメタバース的なリアルタイム空間というふうに申し上げましたけど、届け方が変わるかもしれないんですけれども、やはりネットワークを通じた単独コンテンツの提供という市場は成長しないというふうに思っております。2点目なんですけれども、私はそれに自身をプラットフォーマーとしては必ずしも考えていませんで、今日は10億人の人とつながりたいという、BTC のビジョンを申し上げました。で同時に、コミュニティオブインタレスト、人々の道具に近づく形で、やっていって、でお客さんから学びたいということを申し上げて、10億人についても単一のプラットフォームで提供するというのは実は考えていません。ということで、我々ベースになるのは世界を感動で満たすというやはりパーパスだと思っていて、そのためにはクリエイターに近づくこと、それから、DTC ではやはりユーザーから学ぶこと、そして、いろんなそれこそプラットフォーマーも含めて外部のパートナーと、届けるところによっては連携すること、こういったことが必要ではないかなというふうに思っています。プラットフォーマーがプラットフォームを提供するという視点から見たときにですね、我々の考え方としてはどれだけ多様なテクノロジーまたはその場を提供するかということが重要だというふうに考えています。で特にその何のプラットフォームを提供するかということが一つのポイントになるわけですが、今日議論に吉田の方からも学びましたメタバースが非常にこれから重要だというふうに考えておりますが、メタバースにしても単一の大きなメタバースが出現してそこに全てが入ってくるということではなく、おそらくいろいろな、メタバース、いろいろな世界が提供されることになると思うんです。それの中で、ソニーグループが強みとしているものは非常にリアリスティック、これは映像的なリアリズムもありますし音響的なリアリズム、例えば360リアリティオーディオみたいなものですね、であるとか、あと物理的なシミュレーション、これはグランツーリズムを含めたいろんなゲームの世界で我々培ってきています。これらを統合したような極めてリアルなメタバースを提供する、そういう技術は我々非常に強いものがありますし、最近の GT ソフィーなどその中で非常に強力な AI エージェントを作り上げるというテクノロジーも蓄積してまいりました。でこれらを統合することによっていろいろな可能性を提供を差し上げられる。重要なことはそのどれだけ大きなものを作るかというよりもクリエイターサイトさんのクリエイティビティをどれだけインスパイアできるか、そしてそれを使っていただく、中に入っていただくユーザーさん、いろいろな音楽を聴いていただく視聴者の方にどれだけインスピレーションを与えて、どれだけ感動を与えることができるかということが、我々の重要なミッションだと思いますので、それに沿った形でのテクノロジーをさらに強化していく、それを必要によって、多様なプラットフォームというふうに呼ぶべきかどうかというのはありますけど、場を提供する、技術を提供するということはできるというふうに考えています。それでは次の質問に進ませていただきます。
ました。こちら右列の前方から2列目のグレーのスーツの方お願いします。NHK の島と申します。本日はご質問ありがとうございました。2点お伺いしてください。1点目は EV 事業の関係なんですけれども、本田さんとの協議を発表されて、2ヶ月が経ったと思うんですけれども、現在この協議をいろんな多分お話を進めていらっしゃると思うんですけれども、この中で出てきている例えばなんか当初想定しなかった課題感があるとか何か見えてきたものがあればというのと、まだちょっと見えていない新会社の設立のスケジュール、年内になってますけれども、ちょっと見えてきたものであるとか、では体制であるとか、本社どこに行くか、そのあたりもし見えてきたものがあれば進捗をお聞かせください。あともう1点なんですけれども、これはゲーム事業についてですが、この、数ヶ月振り返ってもかなり大型の投資が続いたかなというふうに見ておりますが、その中で、例えばその、この一連の投資の中でまだ足りない部分というのは今どこに、まだ課題感をまだ足りていない、例えば技術であるとか分野であるとか、何がまだ足りていないというふうにお考えなのかというのと、それを踏まえた上で今後の投資なんですが、さらにまだゲームを続けていくのか、先ほどメタバースという話もありましたけれども、続けていくとしたらどういったところを投資を評価していきたいのかお聞かせください。ご質問ありがとうございます。1点目は、モビリティについて、JBU について、それから2点目はゲームについての質問を頂戴しました。私から一回と申し上げますけど、少し時から補足があるかもしれません。JB については今協議を進めています。でそれぞれ、異なった事業、違う歴史、文化を持っている各企業ですね、当然、話すことは違う、そういうことはありますけれども、我々、新しい価値をコミュニティを持って作るというところでしておりますので、進捗しているというふうにお考えいただいて結構です。でタイミングを見て発表させていただくということになると思います。それからゲームについては、これは成長領域として今後も投資はしてまいります。今日の話でも、空間に広がっていくっていうことを申し上げました。でもう一つ大事なポイントとしては、申し上げました、このライブサービス。でライブサービスはこういろんな言い方ありますけど、バンジーの経営陣と話して一つ私自身が学んだことは、ライフサービスはユーザーとともにインタラクティブにゲームを開発していくことということを、バンジーの経営陣が教えてくれました。でそこは我々まだまだ足りてない部分だというふうに自覚しています。で我々は学んで投資していかなければいけないというふうに思っています。はい、そうですね、ゲームについてはファーストパーティーのですね、開発の能力とクオリティを上げていくというのはですね、戦略の柱の一つですので、もしいいオプチュニティがあれば、そういうスタジオの買収っていうのはこれからも検討して継続していく可能性があると思います。以上です。それでは次の質問にさせていただきます。中央列の、前から3番目の一番左にグリーンの写真、フリーランスの西田さんです。2点をお願いします。まず第1点目に、実的な投資の方向性についてお伺いしたいと思います。イメージセンサー等々についてかなり、積極的な投資これからもされていくと思いますけれども、イメージセンサー以外の領域、特にデバイス開発、例えば、それは AI のプロセッサーなのか、実際の LED のようなディスプレイ領域なのか、いろいろあると思いますけれども、技術領域への投資についてどういうふうな考えが現状でお持ちなのかをお聞かせください。それから2点目ですけれども、メタバースのお話がありましたが、各社の動向を見ると、短期的にはまだ小さなビジネスができなくて、長期的な、例えば5年、10年の動きを考えた投資を考えているところが多いように思います。ソニーとしては、メタバースでの投資を回収できる、もしくはそこから利益が得られるにはどれくらいかと考えているか、そのためにどんな投資であるとか、技術開発が必要と考えているか、その点を教えてください。以上、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。技術への投資、それから、メタバース
についてあの質問を頂戴しました。次回お答えいたしますけど、僕からも少しコメントをさせていただければと思います。密接な投資、投資はしっかりやっていきたいというふうに思っています。特に下野センサーは精査というものがありますので、やはり設備投資という形、セレクト投資は別の設備投資というものがあります。で、今日申し上げたように、AI というのもこれ大事なテクノロジーで、これは私は、まあ、人材の投資が最も重要になってくるんじゃないかなというふうに思っています。それからディスプレイ領域は、そうですね、それはどちらかというと基板をシリコンとする、OLED、こういったところにより注目していきたいなというふうに思っています。まあ、他にもいろいろあると思うんですけど、菊間さんの方から少し話をさせていただければというふうに思います。それから、メタバースについてなんですけど、まあ、おっしゃっていただいたように、事業モデル、ビジネスモデルをどうするかというのは大きな課題だというふうに思っています。でメタバースは、まあ、いろんな見方がありますけれども、例えばコミュニケーションをベースとしたメタバース、あるいは NFT のようなこう経済圏をベースとしたメタバース、あるいはそのよくデジタルツインと言いますけれども、まあ、インダストリアルで考えようというメタバースもあると思います。で、当社はやはりエンターテインメント企業ですので、やはりエンターテインメントから考えたい。で、それはゲームであり、今日少しご紹介したスポーツでありというふうに思っています。で、ゲームは意外とビジネスモデルができつつあって、まあ、今日申し上げたライブサービスというのは一つのビジネスモデルだというふうに思っています。我々はこのメタバースの領域でも今日申し上げたコミュニティを見た人で人々の動機によっていろいろあっていいんじゃないか、一つだけではなくていいんじゃないかというふうに私自身は考えております。以上です。技術的な投資の方向、全体像は今吉田の方からご説明させていただきましたけど、その中で例えば AI 分野、これ非常に重要になってきますし、特にその我々の強みとするセンサー領域と AI の融合のようなところというのは、これパイプラインをちゃんと構築するということも重要になってきます。でまた、特に AI に関しましてはソニー AI という会社を去年作らせていただきまして、私が CEO を務めさせていただきますが、ここで、グローバルな人材をですね、日本、米国、欧州を中心に、非常に迅速に集めておりまして、今もかなりレベルの高い人材の応募がございまして、積極的な採用を進めていきます。ですので、ここのところの投資は今後強化されていきます。で、この中で AI の中で非常に大きな AI モデルを作れる会社とそうでない会社の差別が出てくると思いますので、そういうところはしっかりと我々が事業で今後戦略的に必要なところは投資をしていくことになります。で、それ以外の領域に関してもですね、その戦略と、あとその新しい探索的なところも含めて、十分な戦略と探索をしていくことになると思います。で、それと関連してこのメタバースに関してなんですが、実は我々、メタバース的なもの、メタバースという言い方は存在されません。90年代後半に VRML2.0 を制定しまして、その時にチャレンジ1回してるんですね。であまりうまくいきませんでした。今技術的な問題であるとか衝撃なので、その後に例えばセカンドライフみたいなものが出てきて、我々これ多分3回目の一つのブームだと思うので、そういう意味では何が可能性があってどこに問題点があるかというのはそれなりに理解しているということです。で、今回は、非常にリアリスティックな、しかも大規模なソーシャルネットワーク的なメタバースの空間が作れる技術的なマチュリティが出ていることと、 NFT みたいなトランザクションがあるというのは根本的には違っている。その中で何が商用的に早くですね、収益になるものか、非常に長いものかというのを見極めながら、技術的な投資もそうですし、事業的な展開も考えながらやっていく、機動的にやっていくことになると思います。それでは次の質問に移させていただきます。お時間も残り少なくなってまいりましたので、次の方で最後の質問とさせていただきます。そしたら一番右列の一番前方の方お願いします。ありがとうございます。グルーマーの古川と申します。事業ポートフォリオについて2点お伺いしたいんですが、これまでも様々な変化ありましたが、今の6事業の形
形がベストだと考えていらっしゃるでしょうか。まあ、今日もモビリティの説明がありましたが、ソニーモビリティが一つの分野に昇格する可能性はありますか。で、2点目もこれに関連してなんですが、現状でノンコア事業と認識しているものはありますか。例えばモバイルはその収益性の観点から過去にその撤退の観測がたびたび出てきて、そのたび否定をされていましたが、モバイルも含めて今後売却する可能性のある事業があるのかということをお伺いしたいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。事業ポートフォリオについて、質問を頂戴しました。私からご説明しますけれども、少しまず2点目の農家事業と認識しているものはございません。で、1点目について申し上げますと、3つのセグメント、それから今日は、3つの人軸とした3つの事業領域ということで説明させていただきました。で、今おっしゃっていただいたように我々、新しいチャレンジをいろいろやっています。で、やはり私は経営が新しいチャレンジをやることは非常に、重要だというふうに思っていて、それがその当社のパーパスであります、社員のクリエイティビティとテクノロジーへの、情熱を育むんじゃないか、だから我々は新しいことにやっぱりチャレンジしなきゃいけないというふうに思っています。ということで、事業ポートリアは確かに弊社は広いんですけれども、新しいチャレンジはやっていきたいなというふうに思っている次第でございます。そうですね、事業ポートフォリオはですね、常にアップデートして議論をしているというのが、我々の経営の方針なので、あまり目立ってはいないかもしれませんけれども、昨年度も現象ネットワークという一部の事業を売却したりとかですね、そういうことは例えばリニアのチャンネルをビジネスを売却したりとかですね、そういうことは日常的にやっていますので、一方で小規模の M&A をするという意味では、事業のポートフォリオは常に最適化していくという方針で臨んでいます。以上です。お時間になりましたので、メディアの皆様の質疑応答は終了とさせていただきます。